先ほどもお話に出ましたが、来週21日には米韓首脳会談が行われます、はい、鈴木さん、その場で北朝鮮問題とそれ以外の案件、どのような形で交渉のテーブルに乗るというふうにご覧になりますか。まあ、アメリカ側はですね、うん、先ほどからルール申し上げるように、はい、韓国人に向かって、うん、左翼政権は続けるんだよなというメッセージを強烈に送ると思います、うん、送り方いろいろあって、はい、まさに会談の頭取りで言うか、およくやれてですね、アメリカが最近この間 あのアンカレッジみたいなやつですか、はい、あの米中、はいはい、でバイデン大統領もパクネ副大統領時代にパクネ大統領にそれやったことがありましたよ、ね、ほうほうほう、冒頭は頭取りのところで、はい、あのアメリカの反対側にかけるべきではない、うん、ということをはっきり言ったわけですね、中国に行くなと。なるほど。で同じ表現をまたバイデン氏は大統領になって使ってますけどね、うんうんうん、演説でですね、うん、でまあ、北朝鮮問題でもですね、それなりに強い態度は示すと思うんです。なるほど。そうするとじゃあアメリカ側からそのな先ほど その片足クワッドみたいなものに対していいよ、あのちょっとでもこっちに残ってくれたらワクチンの話とか北朝鮮との交渉についてもあなたのそのメンツ、あ来年の大統領選挙につながるようなちょっといい匂いがするような結論もね、多少なりとも協力できるできないものでもないんだからっていう、そういうそのシグナルは出さない、比較的厳しめにバチンといく感じですかね、の可能性の方が高いと思います。誘い水は出さない感じ、ところになりますか。ルール申し上げるように、はい、あのバイデン政権にとって、はい、ムンジェインさんと、ね、仲良くしたって、うん、プラスはないんです。ほう、なるほど。で下手に仲良くすると韓国人甘えてですね、うん、じゃあ反米左翼やったって、まあうん、いい目できるんだと思っちゃうんです。なるほど。この弱々しい菅政権だって韓国にそういう態度を示してるじゃないですか、うん、なるほど。うん、そういう意味で言うと、じゃあこうワクチンだなんだクワッドだなんだっていう可能性はにアメリカ側からにじませるというのはあくまでも次の政権が変わればという前提で、だって今の文大統領文政権に対しては徹頭徹尾厳しいシグナルを送り続けるのがここしばらく、まあ、来年3月までのアメリカの姿勢はおそらくそうなるだろうという、そういう感じになりますか。基本的にはそうだと思います。結果例えばじゃあ米韓首脳会談でアメリカバイデン大統領が文大統領に対してですね、かなり厳しいその姿勢を示した場合、それは要するにそれは韓国の国民がねそれ見たときに、あやっぱりちょっとまずいんだというわと分かるぐらいのメッセージを出すという、こういう意味ですよね、はい、ただですね、はい、クワッドでも片足だけでも入ったっていう見方もあるわけですからね、うん、なるほど、なるほど。で韓国は片足だといい、はい、アメリカは両足だといいって手があるわけです、うん、二国間の首脳会談で僕ら、まあ、取材する側で常に心配するのは、韓国が絡むと青瓦台の発表、韓国外交部の発表と日本外務省やアメリカホワイトハウス国務省の発表が食い違うんですよ、うん、言ってないことを言ったり言ってない、まあ、言ったことを言わなかったりですね、この首脳会談なのに両国政府の発表がすっげえ食い違うんで驚くんですけれども、今回まさにそのリスク非常に高い首脳会談になりそうな感じしますか、うん、それですから、はい、アメリカは多分冒頭頭取りで言いたいこと言っちゃうという、見えるところでね、はい、つまりアメリカも分かってて、はい、韓国が適当に発表するって怒ってるわけですよ、うんうん、おっしゃる通り、うん、だから冒頭の頭取りで言うか、うん、終わった後の会見で罵倒するか、これはオバマ大統領がパクネ大統領と会見した時には、はいはい、頭取りではなくて後の記者会見でやったわけです。ほう。だから韓国の保守っていうか韓国人は戦々恐々としてて、うん、アメリカにどしかられに行くようなもんじゃないか、うんうん、で金大中大統領がやっぱブッシュと会った時、はいはい、あのブッシュ大統領が一体この男は一体何を俺に聞きに来たのかねって、うん、リーマンディスマン発言ですね、はい、ディスマンっていうね、はいはい、でアメリカ人に聞いたらディスマンって、まあ、南部の人だから使うんですよって言うんだけど、うん、じゃ天皇陛下にもディスマンって言うんですかって言ったら使いますよ、それはって、やっぱりバカにしてるんじゃないですかって。なるほど、なるほど。やっぱりね、米韓関係って、ね、特に左翼の政権が韓国に出た時非常に悪くなるんです。はあ、真田さん、はい、いかがですか、その米韓首脳会談、どういうところがポイント、はい、関心あるの、どの辺ですか。私たちの、はい、マーケットの中でね、一つ、うん、あのポイントとして出てきているものがですね、はい、韓国のムン大統領が盛んにですね、うん、源泉を欲しがってる、はあ、というふうな話が出てきて、原子力潜水艦を。でもちろんアメリカはそんなもん許さない、はい、にもかかわらずなぜそんな源泉を求めてくるんだろうというようなことでですね、
いやそれはやっぱり文大統領が朝鮮民族の自立国、うん、独立国家みたいなのをやっぱり目指しているからだと、はい、いうことで僕はやっぱり、アメリカはですね、うん、韓国に対して、うん、もちろんきつく出てくると思うんですけれども、はい、僕はもっと根本的にね、うん、やっぱり韓国とは、うん、価値観の共有が根本的にできるのかどうかというところで相当大きな、ね、疑問を持ち始めているんじゃないかなと思うんですよ。アメリカが、はいはい、韓国に対して、うんうん、ですからそういう中で、はい、言葉尻だけちょっと丁寧にね、うん、完全に向こうに行かれちゃ困るから、はい、少し柔らかい表現はするかもしれないけど、はい、心ではやっぱりちょっと距離を置き始めているというようなことがね、うん、分かるような会談になるんじゃないかなというふうに見ています、うん、そうすると米韓首脳会談がそれなりの、その厳しめの冷たいトーンにもしなるとしたらですよ、はい、じゃあ今度日韓どうなるのかというと今年日本は総選挙、来年参議院選挙、はい、韓国来年大統領選挙、はい、重要な選挙を直前に控えるときってやっぱりこうリスク、政権側としてはリスク取りたくないじゃないですか。そうですね、はい、でエネルギーの無駄遣いもしたくない、はい、そうすると来年の大統領選挙、その後来年の夏 の、 その参議院選挙、ないしはその以降ぐらいまで、まあ、要するにはっきり言えばあと1年半ぐらいですよ、はい、日韓で全然動かないという感じでご覧になりますか。日韓は動かないと思います。あ、そうすか、はい、動かないと思います。基本的には動かないと思います。鈴木さんどうですか、なんか希望の見える話ないんですか。まあ何が希望か分かりませんけどねその政治部の人はすぐ関係改善っていうね、はい、話し合いが大好きだから、そうっす、そうっす、合っていればちょっと安心なところがねあるわけですよ、我々は、はい、だけどそれはマイナスになることも多いですからね。なるほど、突っ放していた方がもしかしたら国益になるか、うん、かなうかもしれない。だから韓国の国情院の委員長が来て、はい、日本側は黙ってたのに菅さんと俺会ったんだってリークしましたよね、うん、韓国側が、うんうん、うまくやってるんだと。なるほど、なるほど。で菅さんの方は未だに否定しますよね、うんうんうん、会ったことはいないって言って、うんうん、会ってんだけど。なるほど、そういうところも考えるとあまりこう、うん、メリットはない。メリットなし、100やって一理なしっていうね感じでしょうね。はい。